前の学校にうまくなじめなくて、で、まあ、学校にも行けなくなっちゃったっていうのが、でどん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 全てがちょっときつくなってきちゃったっていうのがあって、毎日学校が行けて楽しく過ごせるような環境に転入した方がいいんじゃないかっていうことになったので転入しました。学校説明会に来たんですけど、その時に苦楽生が案内してくださったり運営してくれているその環境を見てて、その何もかもすごい楽しそうにしてるなと思ってて、まあ、その時本当に自分は笑ってなかったというか、マイナスにずっと考えてたので、楽しそうにしてるその表情とか様子がすごい羨ましくて、でそれが他の高校と比べて顕著だと思ったので、苦楽高校に転入したいなと思いました。人見知りをしてしまうのがまず最初で、まあ、あんまり打ち解けるのが苦手だったので、うまくなじめるかなっていうのが不安でした。転入してきた時に話しかけてくれる子がいたので、まあ、不安もなくなったなっていう感じがします。周りの人に明るくしてもらえたので、自分も周りの人を明るくできるようになりたいなと思ってます。すごく心配してくださるというか、何かあったらどうしたのって聞いてくれるので話しやすくて、で、まあ、自分からあんまり言えないんですけど、自分から言う前に何か話しかけてくださるのですごいありがたいですね。これどう思うっていう考えさせる時間が多いので、どうしてこうなったのかなっていう本質的な理解ができたかなっていう、理解をしてもらえるような授業をしてくださるので、なかなか忘れにくいなというか、引き出しが多いというか、話の内容の具体化がすごい分かりやすくて、なので忘れにくいような授業をしてくださるかなって、授業とか聞いててもそうなんですけど、分からなくなったらすぐなんでそれそうなるのって質問してる人が多くて驚きですね。本当にコース授業っていうのが5、6件にあって、いろんな選択ができるというか、何を学びたいかっていうのは開かれてると思うので、で外部の先生とかも来てくださる授業もあるので、いろんな勉強が先取りできるかなって思ってて、クラークにいるといろんな人がいて、でいろんな考え方を持った人がいるので、クラークに毎日来てると刺激になるというか、僕も頑張ってみようと思う気持ちになれて、視野が広がって、で、まあ、また前向きになれたので、それが成長できたかなって思ってます。まあ、クラークの活動行事とかも含めていろんなことを通して考えることとか学ぶことの面白さというか、もっと勉強したいなって単純に思って、まあ、大学に行きたいと思ってます。いろんな勉強ができて、でいろんな人と触れ合える環境があるかなと思ってて、立教大学に行きたいなと思ってます。大学に行ってどんな学問を学ぶかっていうのも結構大きな選択だと思うんですけど、将来何したいかっていうのはまだ詳しく決めてないんですけど、大学行って今みたいに明るい気持ちで毎日頑張ってたら何か次が見えてくると思うので、大学に行って見つけられたらいいなと思ってます。